どうもこんにちは、荒井淳です。ついに、オリンピックが、終了いたしました。結果はですね、10位っていう形になって、目標としていたメダルには、届かず、悔しい気持ちいっぱいなんですけど、37年ぶりに水球男子が1勝できたっていうことは、水球界にとっても、僕らにとっても良かったことなのかなというふうに思っております。たくさんの応援ありがとうございました。お疲れ様でした。あれだね、帰ってきてすぐだからね。そうだね、もう今選手村すぐ出て、迎えに来てもらって、でこの動画を回してるっていうことで、ちょっと時間が経つとやっぱ気持ちも変わっちゃったりして、話す内容も変わっちゃったりするかなと思って、このタイミングで撮ってもらおうと思いました。オリンピックっていうところで、東京開催でこうたくさんの方が、水球を多分見てくれたと思うんですけど、その人たちに少しでもなんかいいニュースを届けたいと思って、僕らもプレイしたんですけども、やっぱり海外の壁は厚くてですね、一勝しかできなかったんですけど、やっぱりたくさんの方のおかげで僕らの活動があると思ってて、その人たちのおかげで、できた一勝でもあると思うので、本当にそこは、感謝したいです。前回大会も出てるリオ、で今回と、その2つオリンピックで出て違いというか、いろんな意味で今回はちょっと特殊だったと思うけど、どういう空気だったのかな。日本代表がもう32年ぶりにオリンピックに出場して、で突発的なこうディフェンスをして、なんとなく型にはまってこういい勝負ができてたっていう感じだったんですけど、そこがやっぱ5年経ってそのディフェンスも研究されて、もう海外のチームも日本対策みたいのを立てるぐらいのもうレベルになってきてたんで、こう僕らも対策される中でいろんな戦術をまた作って今回試合をして、勝利には至らなかったんですけど、そこではこう力の差が埋まったのかなっていうふうには思います。でこう点差的には1点しか詰めれなかったり、1点差っていうのが結構多かったんですけど、それは対策されての1点差と、やっぱ何もノーマークでの1点差って また価値が違うと思うから、そういう部分では日本の水球はパワーアップしてるんじゃないかなっていうふうに思います。で雰囲気としてはやっぱ東京でやるってことで、たくさんの方がやっぱ時差がないから、たくさんの方がリアルタイムで見てくれてたり、その声がリアルにこう僕らに届いてたんで、そういう部分では本当にモチベーションになったかなっていうふうに思ってます。本当にこう観客がいたらどうだったんだろうっていうのは、もう本当みんなで話してて、もう満パンで聞く国歌、多分国歌って多分みんな歌ってくれると思うし、そしたら本当もう鳥肌立って、やっぱ盛り上がりとかするのでだいぶ変わってくると思うから、相手もやっぱプレッシャーにもなるし、最後のシュート打つ時もプレッシャーないのとわーってなってる中打つのじゃやっぱ多分全然違うから、そこはやっぱり観客の皆さんのこう大切さとかはすごい感じた大会だったなっていうふうに思います。何試合かした中で、もともと多分作戦というかチームで考えてたと思うんだけど、実際やってみて思ってたより伏線がはまらなかったなと、ちょっとそれを振り返って何か聞けるといいです。こうやっぱり思ってるより戦えたかなっていうのは正直あって、1点の勝負になった時にやっぱり日本のチームのこの1対1の弱さが、やっぱ海外の選手はその1対1が強かったっていうのが大きかったし、特にイタリアっていうのはやっぱり何回も試合してきた中で、相手も対策もしてくるし、自分たちもこう対策してたんだけど、世界選手権王者っていうのもあって、やっぱディフェンスが本当に俺らもこう超攻撃型っていうのを歌ってこうやっていた中で、1クォーター目で0点だったんだよね。だからそういう部分ではもうイタリアのディフェンスっていうのはもう本当世界にも誇れるもの
だと思ってるし、そこを崩しきれなかったのがやっぱり敗因かなっていうふうには思ってます。で今回はこう2桁得点10何点とかを、まあ、20点取られてもいいから21点取るとか、10点取られてもいいから11点取るっていう水球を目指してたんだけど、やっぱり相手もそこはこう対策してきていて、そこでこう決めきれなかったのが日本の敗因かなっていう。もうやっぱりこうディフェンシブになっても結局そうなると相手も体が大きいしキーパーも大きいから点数は取れないけど、そのリスクを犯してでも点数を取りに行く、だから相手がミスったらこっちは必ず点取れるっていう状況を作り出すっていうことをやってたんだけど、そこのやっぱり最後の爪の部分で日本チームがちょっとリズムを取れなくてズルズルいっちゃったっていう試合もあったから、そこがやっぱり強豪国との差かなと。やっぱりインスタグラムとか、まあ、TikTok がすごいもうバズらせていただいて、なんか1個の動画400万再生みたいなとかあったりして、本当になんか水球をもともと知らない人もこう新井選手を知って水球を見ましたとか応援しますっていう方がすごい増えてくれて、でそこで実際に見てくれていろんな、ね、こうメンションとかしてくれて、かっこよかったですとかすごかったですとか水球面白いですとかまた見ますとか言ってくれたのが本当に嬉しかったんで、まあこれからもこう水球っていう競技をたくさんの人にそうやって面白いって言ってもらえるように、まあ、僕も活動していきたいし、まあ、TikTok をねまたちょっとバズれるよTikTok も頑張っていくんで。相当バズったでしょ。そう、なんか感動だよ。なんか TikTok やってて本当びっくりした。一日にだってさ、本当1万人とかぐらいの感じで増えるからさ、TikTok ってすごいなって思って。ちょっと若者の力を借りてね。ちょっと本当にありがとうございます。どんな理由でも水球を見てくれれば。僕から入ってくれても、水球から僕を見てくれても何でもやっぱり嬉しいんで、まあこれからもそういう発信をしていこうかなっていうふうに思ってます。でもオリンピックで一勝っていうのは相当でかいことをしたと思うんだよね。今しゃべれるか分かんないけど、今後の自分の水球のキャリアを、うん、なんかどんなものを思い描いてるかっていうのも、やっぱり僕が生まれてから水球の男子はオリンピックで勝ったことはないし、もちろん37年ぶりだから、今回この東京で37年ぶりに一緒できたっていうのは本当に価値があると思うし、まあこれから代表を目指す選手も、まあ、子供たちも今の水球を見てこう日本の水球でも世界と戦えるんだって思ってくれれば本当に嬉しいし、こうやって僕たちをこう目指してやってくれれば本当に僕らは、ね、なんで、まあ今後僕がどうなるか分かんないですけど、まあ、5月に世界水泳が福岡でまた自国開催で世界選手権があるんで、まあ、僕は少しだけ休んでまたそこに向けてちょっと準備していこうかなっていうふうに思います。今日はこのね選手村から出てそのままこうリアルな、話をできたと思います。まあこれはね本当に今昨日試合が終わってちょっと話す気持ちなんで、本当に素直な、気持ちで話させていただきました。これからも新井淳頑張りますので応援よろしくお願いします。動画いいと思ったらグッドボタンとコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。